福岡の御三家の一つ、周遊館、筑紫ヶ丘福岡高校ですね、御三家の一つを推薦受験しようと考えています。スポーツがすごくないと厳しいと聞きました。私は部活はしていません。内心は温厚に近いです。一応生徒会もしています。やはり厳しいのでしょうか。そうね、もう厳しいですね。これはっきり言っておきますけど、厳しいと思います。で、これね、理由はすごい簡単で、周遊館とか福岡高校とか筑紫ヶ丘高校ってその各地域のトップ校じゃないですか。で、そういうトップ校っていうのはわざわざその推薦受験で、生徒会をね、入学をぐいぐい引っ張ってってくれるような子を合格にしなくても、もう学力試験でね、元生徒会長でしたとか、生徒副会長でしたとか、生徒会やってましたみたいな人はいっぱいいるんですよ。なので一般入試の方でそういう子たちがたくさん受けてくれるんで、わざわざ推薦入試で合格させる理由が御三家側にあまりないんですよね。というわけで、基本的に御三家を推薦受験で突破しようと思ったら、まあ基本スポーツで行くっていう感じになりますよね。